アリカチャンネルアッキーでーす。第1話から第4話のゴルフ編、第5話から第8話のサッカー編、楽しんでいただけましたでしょうか。今回は番外編、アッキーの超おすすめ商品を紹介します。お楽しみに。アッキー、それってどんな商品なんですか？それはちょっとまださ言えないんだけど、今スポーツの秋になりましたよね。スポーツをやられてるご家庭にすっごいぴったりの商品をご紹介します。それではおすすめの商品を見に行ってみましょう。アリカテレビショッピング、始まりました。急にこんな格好しておりますが、本日は特別ゲストをお呼びしております。それではどうぞ。大崎さんです。神永販売の大崎と申します。硬いわちょっと硬い硬い、ゆっくりやりましょう。はい本日は特別ゲストをお呼びしております。それではアッキーでーす。いい、本日はダブルアッキーでお届けします。めちゃくちゃ売れたよね。売れましたね、びっくりするぐらい。なんと今日はオペレーターさんに来ましたでしょ。増やしました。アリカショップチャンネルではスポーツに関連するものを販売されてるんですよね。そうなんですよ。小さいお子さんもスポーツやってるじゃないですか、野球とかサッカーとか。はいはい。そのお母さんたち困ってらっしゃることってありません？やっぱりね、ドロンコになって汗かいて、この2つかな。それが綺麗に落とせたらいいですよね。そんなものあんの？うちの会社って40年クリーニング業界でご飯食べてるんですけど、もう累計で360万本ぐらい売れてるすごい防石菌があるんですよ。360万本、それはすごいね。すごいっすよ。これこれ、あ、逆これエネロクリーン、すごい。ダブルアッキーが紹介するここがすごいよエネロクリーン、クリーニング店さんが40年使用している。もう40年、私が入社以前からあった商品で、累計販売数が360万個超えてます。すごいね。まあ確かな実績っていうことですよね。で、防石鹸、これが非常に特徴があると思います。防石鹸ですから、汚れたところに直接塗ることによって、すごく汚れたところが綺麗になるようなものが防石鹸のいいところです。だね。で、パワーが3つ。はい、この石鹸分っていうのは、いわゆる泥汚れとかそういったものに効く純石鹸ですね。で、この洗剤成分っていうのは3つの界面活性剤、汗とか皮脂汚れとか、あと血液なんかも落とすものも入れてます。血液？はい、血液なんかもうやっぱり怪我したりすると血がついちゃうじゃないですか。ああ、つくつく。はい、あと溶剤分っていうのはスポーツにはちょっと関係ないかもしれませんけども、油汚れ、例えば作業着だとか、そういった汚れもつく、まあ贅沢な組み合わせの防石鹸になってます。いやー、すごいね、この3つのパワー。はい、3つのパワーと360万本の実績、その実力をこれから見てみたいので、やっていただけますか。やってみましょう。まずその前にですね、この防石鹸、この箱の中にはこの防石鹸とネットが別々に入ってます。この防石鹸にネットをかぶせて使用してください。では今から実演に入る前に、ちょっとこれ見てください。汚れてんね。これ洗ってるんですよ、家庭の洗濯機で、普通の洗剤で。だけどやっぱこれが限界ですね。これが限界です。でももうちょっと白くしてあげたいですね、お子さんのやつ、うん、それをちょっと今簡単なセットで実演してみます。なかなか落ちないんだね。そうですね、やっぱり洗濯機の限界でしょうね。まずこういうソックスとか汚れのきついところありますよね、一回水につけてください。水に、水につけることによって繊維が少し開いてきます。で、ここにもう直接ひどいとこ、汚れのところにゴシ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 、見てください、もうやってる最中で真っ白にやってくる、うん、棒だからやっぱり洗いやすいね。そうですね、このネットがね、摩擦にもなるんですけどね、うん、ただやっぱりこう野球のソックスっていうのは分厚いですから、奥まで浸透してるんですよ。だからここをどん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 擦っていって、
で、こういう100均なんかで売ってますね、ブラッシング。ほら、落ちてくるでしょ。これがね、エネロクリーンの強さなんですよ。泥と汗が入ってますからね。だから泥だけだったら簡単に水洗いだけでも落ちちゃうかもしれないけども、汗があるんでしつこいんですよね。だから汗が取れるっていうことは匂いも取れるんです。はいはい、野球のソックスとかやっぱ分厚いですから汗がね汚れを吸収しちゃってんですよね。だからこうやってやったり叩いたりとか押し出したりとかしながらやっていくと、あっという間に見えます？このくらい綺麗な。あ、もう全然違う。もうこれがエネログリーンの強さなんですよ。アッキー、この後どうするの？これはですね、とっておきなクリーニング業界の秘密を教えます。とっておき？はい、秘密。秘密聞きたい。クリーニング屋さんワイシャツ何度で洗ってると思います？30度ぐらい。50度ぐらいだ。50度。はい、とても入れませんね、お風呂。入れませんね。入れません。はい、なんでかっていうと、汚れというのは熱なんです。80度ぐらいで洗うと綺麗になるんだけども、繊維が痛い。そうね。だからもしよければこういうバケツか何かに40度ぐらいのお湯、まあ、お風呂の残りでもいいです。ここにこうやってジャボーンとつけてください。40度ぐらい、うん、で 2,3 時間したらもう冷めますから、その後洗濯機の中にポンと入れて、普通の洗濯物と一緒でも構いません。ただしすすぎは2回やってください。もうこれで2回終わり、うん、はい、こんなものです。いやーすごい。40度に2時間。はい、すすぎ2回。はい、もうこれでお母さん方の悩みも解消ですよ。あー、バッチリですね。バッチリです、うん、すすぎ2回が終わりました。真っ白じゃない。でしょ。真っ白ってあれ言い過ぎかもしれないけど、うん、まあ家庭洗濯ではここまではいかないですよね。もう完全に真っ白に近い状態。さっき黒かったもんね。はい、もうやっぱり靴下っていうのが一番ユニフォームよりも取りにくいですよね。確かにね、素材も分厚いし。あ、今なんかかなり電話が鳴り始めましたね。すごいですね。反応が早いですね、選手より。3人のオペレーターがもうフルに動員して正解でしたね。すいません、今ちょっと電話混み合ってますんで申し訳ございません。もうしばらくしておかけいただけるとつながりやすくなると思います。よろしくお願いします。こんな素晴らしいエネルクリーン、ぜひ視聴者の方にプレゼントしてほしいな。プレゼント、ぜひ。じゃあ5本。5本。ダブルラッキーなんだから、やっぱりせめて10本。これぐらいは。わかりました。やったー、10本決定。ぜひ概要欄から応募ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダブルアッキーの事前テレビショッピングでした。アッキーでーす。今日は生命保険会社大手の明治安田生命本社に来ております。こんにちは。いいです。すごい。すごい。すごい。